サクコイ。ウリュツベイ。ウリュツベイ。本日はパネル展などで出しそびれてたガチャをやってきます。こちらは前編で手に入れたガチャチケット。たださ、今回のイベントで石使い果たしちゃったのに。X でハブちゃん投稿しやがっててん。そんな予想できたことを愚痴るな。自分のことばっかりお金使えないんだよ。範囲内で楽しみなさい。ということでサクサクいきます。プレミアムチケットからの SR 以上10連。好きです。持ってないの来た。続いて SR 以上。続いて SSR ハーフ。ハーフとは？ SSR 確定。好きです。大人彼女の方が嬉しい。初恋ブレザーセレクトはどうするの？スキルミレやんの？どうだったかな。なんせリリース翌日ぐらい以降だから。持ってないのがフーちゃん、ゾノ、マリノちゃん、レナー。テンちゃん持ってなかったけど出たもんね。見れる見れる。おっとのちゃん、クリティカル時ダメージ2倍。あとは緑だね。相手一人にハッピー属性攻撃中、クリティカル時のダメージ倍率2倍。ふひひ。相手全体にハッピー属性攻撃倍。緑も弱いんだよな。これはアキポやキラちゃんと同じスキルだね。攻撃力アップは大人彼女が強いからな。嬉しいのはこれかな。レナー派？マリノちゃんの黄色バージョンだわ。フーちゃんは？運防御系だから。さっきのテンちゃんが緑のクリティカル時2倍かな。あ、そうかもね。相手一人にカジュアル属性攻撃倍、クリティカル率が高い。違う。緑はないのかな。まあ18人だから5色は難しいか。でもこのスキルはアキポ、キラちゃん、レナー、マリノちゃん、テンちゃんだね。まあいいよ。ということでゾノ召喚。好きです。初めて見るかもしれないぐらい。大人彼女も持ってないもんね。シケとかみーちゃんめっちゃ出るのに。イベ報酬のイベ SR 以上確定ハーフ10連。2枚。好きだよ。好きだよ。ハブちゃんでなかったか。40連で出ただけよしとしなさい。
マリノちゃんいらっしゃい。ここまでが前半のガチャでした。ここから後半戦。480位ぐらいだったかな。石使い切っちゃったねー。いいんだいいんだ。ということで後半戦もプレミアムチケットから行くよ。続いてイベース R 以上10連。ハーフとの違いが出るねー。続いて SR 以上単発5枚。続いて10連。SSR ハーフ。好き。よしよしよし。これであと2枚だね。初恋ブレザー。これでフーちゃんカレナーが出たら。好き。アキトでした。ということで先にレナーを交換。攻撃大クリティカル率が高いは欲しいね。好きだよ。ということでイベガチャ前半後半まとめてでした。